沢の松尾酒造のこれ知ってますなんですかね。世界大学ランキングっていうのがありましてね、2013年か2014年ロンドンで発表されましたけども、第1位、まあ、何をちなみに、持って1位というのか、分かりません、まあ、いろいろ総合的に、判断してということなんですけど、第1位はですね、アメリカのカリフォルニア工科大学、ここが1位らしいですね。そして2位がですね、ハーバード大学、これもアメリカですね。そして同じく2位、オックスフォード大学、これもアメリカです。あ、これ、ごめんなさい、2位のオックスフォード大学、これイギリスですね、すみません。そして4位、スタンフォード大学、これはアメリカですね。で5位にマサチューセッツ工科大学ね、よう名前聞きますよね。で6位にプリンストン大学、7位に、イギリスのケンブリッジ大学、8位に、カリフォルニア大学、それから9位にシカゴ大学、10位に、ロンドン大学、もうアメリカとイギリスがほとんど占めてますけどね。日本のトップとなりますとね、23位に東京大学ですね。そして52位に京都大学、もっと下がる125位に東京工業大学ということでね、結構下がりますね。他で言うたらどうなんでしょう。アジアに行きますと、アジアの中では東京大学が1番なんですけど、その後23位ですね、東京大学が。26位にシンガポール大学、ね、入っておりますけどね。まあ、ちょっとどういった形でやってるのか分かりませんけども、世界大学、ランキングの発表でした。松尾酒造のこれ知ってますでした。どうもありがとうございました。なんかよく分からへん今日の終わり方。